皆さんこんにちは、じゅんです。ゆっこです。はい、はい、今回はですね、ゆっこちゃんは会ったことないんですけど、そうですね、はい、飯塚千恵さんによるレッスン動画です。はい、前にじゅんがラウンドレッスン受けていたあのお姉さん、そう、あのお姉様、小柄な、はい、はい、今回はですね、ドライバーの飛距離を伸ばしたいという方に向けた特別なレッスン動画になっています。気になる。ふざけてよ。ふざけないで。いや、本当気になる。気になるよね、その内容は、一撃でドライバーの飛距離を30ヤード伸ばす方法です。一撃で、一撃で30ヤード。そうなんです。それ普通に計算だと絶対200いく計算になるんだけど。いきますよ。うまくいいな。ノリいいですね今日。はい、今回の千恵さんのレッスンではドライバーの飛距離を伸ばす秘訣を3つのポイントに分けて分かりやすく説明してもらっております。はい、はい、気になるな。はい、皆さんの中にも、多分視聴者の皆さんの中にも、ドライバーの飛距離が思うように伸びなくって、つまずいている方も、多いんじゃないかなと思うんですよね。いや、めっちゃわかるよ。私なんかアイアンの飛距離は割と普通らしいのよ、その中で回ってたの。そうだね。だけど、ドライバーもっと飛んでもいいのにねって必ず言われるのよ。ああ、ちょっとイラッとするのよ。一番自分が分かってるわけ。ドライバーってなんか飛ばない感じするよね。私だから曲がりたくないから、なんかこうちょっと抑えてるっていうのは多分自分でもわかる。そうだよね。これをね、ちゃんと打ってたらどんな世界があるんだろうみたいな。確かに。はい、男性はね、思い切り打ったら OB しちゃったりとかね、スライスしちゃったりとかあっちゃうよね。あっちゃうよね。まあね、あのドライバーいろいろ変えてみるけど、なかなかね、あの飛距離が伸びないとか、結構悩み多いと思うんですけども。伸び悩みますね。でもね、この動画ではそんな悩みも解決できるようなレッスン動画になってるんじゃないかなと見たいっす思います。今回千恵さんがやっているレッスンっていうのは、私も実践したんですけども、レッスンプロも実践しているような、実際に飛距離30ヤード伸ばすことに成功した目から鱗の練習方法です。ドライバーの飛距離を伸ばすということで、その後のプレーにも余裕を持って取り組めるので、ベストスコアにも近づくと思います。確かに。なんやかんや言って、飛距離がやっぱりその伸びれば、セカンドがね、楽になるからね、気持ちにもね、そう、余裕が出るよね。そう、はい、最近そのレギュラー感もあるのって、基本的にもパワーオンしないからっていう手でもやってんのよ。ああ、わかる。私もそう。じゃ、でもそれがちょっと伸びたら、パワーオンの可能性も増えてくるから。そうね、最近本当に飛距離を伸ばしたね。パーオンができればバーディーも取れるんでね。そう、可能性がね、そういったスコアアップにもつながるという、今回のレッスン動画になっております。はい、それではね、早速千恵さんのレッスン見ていきたいと思います。いきまーす。はい、ポチポチ。はい、それでは千恵さんレッスンお願いします。今回は一撃でドライバー30ヤードアップする方法でお願いします。はい、それでは30ヤードアップのレッスンをしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、本日は、3つのポイントでお話をしていきたいと思います。1つ目はフェースの向きを整える。そして2つ目は振り子の周期を入れていく。そして3つ目はヘッドスピードを上げていくっていうことをやっていきたいと思います。はい、それでは早速1つ目のフェース面を整えるドリルを行っていきたいと思います。はい、フェース面を整えるドリルはですね、アイアンで行っていきます。今回は動画で分かりやすく大きいヘッドのものをご用意しましたが、皆さんはお家にあるご自分のクラブでやってみてください。はい、まずですね、なぜこのフェース面を整えなきゃいけないのかというお話なんですが、クラブの特徴の話からいきたいと思います。クラブは何もしないと、はい、右側が重くなっているので、クラブが右に行こうとする、フェースが開こうとする、感性、クラブの感性、感受性の方の感性じゃないですね、動き始めたら止まらないこのクラブの感性があるので、その開きやすい感性を抑えながらドリルをやっていきたいと思います。本日のドリルは8の字ドリルです。はい、ま
ず8の字ドリルがどういうものかをご紹介させていただきます。まずですね、クラブをアドレス通り下に置いてしまうとちょっとわからないので正面からやっていきたいと思います。まずですね、正面、はい、このお腹、おへそのあたりに持ってきていただき、そしてこの、ね、フェースの向きなんですけども、このスコアラインの、スコアライン分かりますかね、このリーディングエッジの上にある線ですね、この線が地面と垂直になるように持ってきてください。そして8の字を書いていきます。はい、これが8の字ドリルになっていきます。これをですね、アドレスした状態で行っていきます。はい、この8の字ドリルはですね、多くのプロが推奨しているんですが、私の8の字ドリルはフェースの面の向きがとっても大事になってくるので、ここをポイントにしてやってみてください。じゃあ、このフェースの面の向き、どこを向いたらいいかというと、最初に話したこの開きやすい特徴から開かない方向にドリルを行っていきたいので、ずっとフェースの面が地面を向いたままテイクバックから切り返しを迎えてほしいですね。ちょっと大げさなドリルになってきますが、これをやっておくことによってその要素が少しスイングに入ってくるよねということで大げさにやってます。はい、それではまず正面からやっていきたいと思います。はい、続きまして横からやっていきたいと思います。はい、こういった形になります。ここで注意点なんですが、8の字といってもテイクバックで思いっきりこの丸みの8の字を作ってしまうとどうなるかといいますと、はい、こういった手元と体が離れた状態になってしまうので、ここだけ注意になってます。はい、そしてドリル2つ目です。はい、2つ目はですね、1つ目のドリルだとフェース面を気にしすぎて手首が硬くなってしまう方がとっても多いので、2つ目にフェースの面を整えながら手首の柔らかさを出していくドリルをやっていきたいと思います。2つ目は右回しドリルになってきます。はい、この右回しドリルなんですが、これ生まれた理由話してもいいですか？あ、いいですね、お願いします。はい、この右回しドリル、なぜ生まれたかというとですね、うん、私小学校の授業でスナックゴルフというゴルフを教えさせてもらう機会があって、そのスナックゴルフで子供たちを1時間で40人ぐらい見なきゃいけなかったんですね。なのでテイクバック上げてダウンスイングインパクトってやっていくのが難しかったので、とにかく回して回して、そこからもうゴルフになっちゃうからねということで右回しドリルが生まれました。はい、今日はですね、なぜこれをやってほしいかというと、先ほどもお伝えした通りにフェースの面を気にしすぎて手首が硬くなっちゃう人がとっても多いんですよね。そういった方たちにおすすめのドリルになってます。それでは早速やってみたいと思います。まずですね、はい、1つ目と一緒です。お腹のおへそのところにクラブ、グリップエンドを置きます。そしてフェースの面は、はい、スコアライン、スコアラインですね、スコアラインが地面と垂直になるように、はい、その状態からぐーっと時計の針でいうと12時まで持っていきます。はい、12時から、はい、右回しドリルですからね、はい、右に回します。はい、右ですね。はい、いきますよ。12時からくるっと回すんですが、はい、いきますよ。12時からくるっと回します。はい、この時のポイントが一つあります。12時から3時までの間のフェースの向きに注目してください。皆さんおそらく何気なくやってしまうとフェースの向き3時に行ったあたりでお空を向いてしまうと思うんですよね。空を向いてしまうとこのままぐーっとアドレスになった場合フェースが開いた状態になってしまいます。なのでこれを戻します。はい、ということは12時から3時まで、3時に行った時にフェースの面は空ではなく自分が向いてる方に
フェース面がなるべく目標にしてあげてください。本当にフェース面を正面って言ったらすごいことになっちゃうんですけども、やや正面に向けてください。空ではなく、はい、正面に向けてください。はい、ここからはもう何もしないと言ったらおかしいんですけども、クラブの重さでくるっと回します。12時から3時までフェースの面を気をつけてください。あとは重力とクラブの重さで手首は開放です。はい、この時のポイントが、グリップをギューッと握ってしまう方はこんなちょっぱになります。チュンさんめっちゃ笑ってる。はい、ということで皆さん、もう指先で握るぐらい、もう握り方はもうグラグラでいいので、3時までのフェースの面だけ気をつけてやってみてください。はい、この2つができると手首が柔らかくフェースの面を整えることができるのでおすすめになっています。はい、はい、今のですね、フェースの向きを整えながら手首を柔らかく使うっていう方法で一撃で30ヤード伸びるのっていう話ですよね。はい、これ実はですね、フェース面を開いてしまって打ってる方に関しては今年30ヤードから50ヤードこれだけで伸びた人がいるので、ぜひ効率を求めたら飛ぶようになる人に関してはおすすめなのでやってみてください。はい、それでは2つ目の振り子の周期を入れていく、そして3つ目のヘッドスピードを上げるために年齢差を出していくっていうのをいっぺんにやっちゃおうと思います。はい、まずですね、振り子って何っていう感じですよね。そうですね、振り子、大体振りですね、なんとなくこんな感じでしょう、みたいな。はい、この振り子の周期なんですけども、重力によって揺れを繰り返す動きのことを振り子の周期と言います。わかりますかね。皆さんこの動きに覚えあんまりない方多いと思うんですよね。こっから力でいっちゃいますもんね。確かに、はい、なので振り子の周期が途切れちゃうので、はい、この振り子の周期を入れることをドリルでやっていきたいと思います。はい、はい、そしてですね、ヘッドスピードを上げる、年点差を作っていくっていう3つ目も一緒にドリルでやれちゃう秘密兵器があります。はい、気になる秘密兵器ですね。もう高級ですよ。高級なんですか。はい、もう皆さん手に入らないと思うんで、はい、楽しみにしてて、はい、ちょっと持ってきますね。はい、お願いします。じゃじゃん。高級高級練習器具なんですよ。私タオル先生って呼んでるんですけども、はい、タオル先生、はい、このタオル先生が優秀でして、うん、今言った2ついっぺんにできちゃうんですよ。お、振り子の周期と、うん、年点差、ヘッドスピードアップ、全部できちゃうので、この秘密兵器タオル先生を送っていただきたいと思います。これはですね、スポーツタオル、もしくはマフラータオルと言います。やや長いタオルになっていきます。はい、これはですね、先端を1回くるっと回して重心ポイント、重さを作ってもらいます。このような状態にして練習をしていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきたいと思います。まずアドレスを取っていただき、右手1本でゴルフのように、はい、振っていただくだけなんですが、これ意外と難しいですよね。難しいんですよ。例えばですね、フェースがこう開いてしまっている方とか、フェースが開いてしまっている方はどうなるかというと、全然触れないんですよね。はい、なんでこれ実は一つ目のフェースの面を整えるというのも若干できちゃったりするんですね。すごい。すごいんですよ、タオル先生。タオル先生すごいですね。はい、で、このどこでじゃあ音が鳴ったらいいのかなとか、どこで加速したらいいのかなっていうポイントなんですが、ボールありますよね。ボールからボールの先で音がするように振ってみてください。最初音が鳴らなかった方でも、はい、運動の順番、足から腰、腰から腕、手って運動の順番が整ってくると音がしていきますので、はい、をビュンビュン振っていただけたら、はい、一撃で30ヤードアップする方も、多数いるんじゃないかなと思います。これですね、タオル先生を振っていただいて効果的だった方が、一番効果的だった方がラウンドレッスン中にどうしてもこうボールに当てにいっちゃう方がいたので、もう10回ぐらい振ってくれと
コースの片隅で10回一生懸命振ってもらいました。そしたらですね、その方はなんと30ヤードいきなり伸びたんですよ。すごい。私もびっくりしました。これだけポテンシャル伸ばしてたのかということで、30ヤード伸びちゃう方もいるんですが、ただですね、10回振って一発うまくいったとしても、まだ体は自動化されてないので、継続していただければなお効果が出ますので、1日10回から30回、時間に余裕がある方は100回ぐらい振ってみてください。これだけで飛距離アップ、捻転差、ヘッドスピード出てきちゃいますので、やってみてください。チェ先生、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんお疲れ様でした。今回の一撃でドライバーの飛距離30ヤード伸ばす方法、いかがでしたでしょうか。いやー、もうすぐ家でできる。やりたい。あ、もうはい。やりたい。そういう感じだよね。やりたい、できる。やったらできる。すぐやってください。はい、私自身もね、この方法で、ちょっとやっただけで飛距離伸ばすことができたので、皆さんもぜひ練習で実践してみてください。それではここで重要なお知らせがあります。来た来た。その内容はですね、リンゴルフの公式 LINE ができました。公式 LINE ができました。今まで声がなかったからね。確かにね、あってもおかしくないよね。そう、でこちらの公式 LINE では、ゴルフの練習を継続できて、やりきれる環境をご用意していく予定なので、この動画下の概要欄から友達追加登録をしておいてください、はい、ちなみに友達登録をしていただいた方には、LINE 限定配信での無料ゴルフ動画講座5本分など無料特典を特別にお配りしています、はい、この特典は登録時にアンケートの回答を行っていただいた方に無料でお配りします、はい、アンケートやってくださいね。また LINE の友達追加とアンケートを回答してくれた方限定でご案内している内容もあります、はい、10秒程度で簡単に終わるアンケートなので、ぜひ友達追加して LINE をチェックしてみてください。そして他にもこのチャンネルでは、ゴルフを楽しく真剣にをモットーに、より多くの人にもっとゴルフを身近に楽しく知ってもらえるように配信していきます。なのでこれからもこういった動画を見逃したくない方は、ぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。はい、ということで今回も最後まで見てくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画が少しでも良かったなと思う方は、コメントと高評価お願いします。じゃあそれでは次回の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。